どうしたの？ジャッカルは生きてるんでしょ？探しに行かないの？今ジャッカルを探しに行くのは自滅行為だ。私たちのことを待ってるはずだよ。いや、待つなと伝えてある。だから待つことはないだろう。じゃあどうなるの？そうね、ユニとカウンターズの子たち、ここまでする必要あった？なんだ、急に変なことを言うんだな。どうした？振りだけでも十分だったと思う。あいつのことが気になるみたいだな。まあ、違うと言えば嘘になるかな。お前があいつをサポートしていたのを知ってる。いじりがいがあるからだと思っていたが、違ったようだ。ダーリンはね、あなたが最後にああやって暴れるまでずっと私たちの手助けをしようとしてたの。分かってる？私たちの味方になるって、話を聞いてくれるって言ってたの。ずっとあんなに苦しめられてたのにね。あんなことをされたユニのことも最後まで諦めなかった。あの言葉と行動に嘘はなかったと思う。それで結論は何だ？やりすぎたって言いたいの。何か結論を出したいんじゃない。真剣に答えろ。惚れたのか？何言ってんの？私がダーリンに？ダーリンはあくまで遊ぶのにぴったりなおもちゃだよ。おもちゃは大切にしないとね。壊れたらおしまいだから。そうか、お前にはそれが似合う。何してるんだ？おい、バイパー。待って、ちょっと考えてるから。気づかなかったんだろう。そっか、私今まで本気で好きになったことがないからわからなかったんだ。私リタイアするね。全てを自白して連携してもらう。まあ実際メールを何通か送っただけだし、記憶消去だけは避けてもらうようにしなくっちゃ。きっとダーリンが手伝ってくれるから大丈夫だよね。結局毒蛇が毒に侵されたか。まあいつかお前がこうなるだろうという確信はあった。